あ、出た。お互いの第一印象。じゃあ今恒例になってるらしいですね、今回の。で、今もコメントいただいたので。じゃあ言いますか。じゃあ言いたかった。私が、ミニプロジェクトあったじゃないですか。それで、あ、もう惚れた人がいたんですよ。やばい、めっちゃ美人と思って。私がもう美人好きなんで。話しかけたいなと思って。話しかけたいなと思って。それで、ちょうどその人とバスを隣に座ることができたんですね。で、その時に、私がちょうど持ってたチョコパイがあって、その子に、ね、お腹空いてそうだったんで、その子に、チョコパイ食べるって言って。食べるって言ってたんですよ。だけどそのことを韓国に来て話したらその子忘れてたんですよ。私が頑張ってナンパしたのに忘れてましたっていう話なんです、はい、その話は一体その話の誰でしょう。相手はキャー私ナンパされてたみたいです。その時ナンパしてました。覚えてるよ。今言われたら、あ、確かにそうやって言ってくれた気がするって思った。そうなんだ。うん、思ったけど、すごいそんな気持ちだったとは知らなかった。あ、やばい、可愛い、仲良くなりたいって。本当に、うん、もちろんミキも可愛かったけど、あんまタイミングなかったんだよね。なんか食べてたの、なんで1、2回しかなかったよな、東京の人ね。だってチームが違ったし。本当にミヒとかリマとかマコちゃんとか入ってきた時、あ、終わったわって思った。もう明らかにアーラが違うし、もう可愛いし、なんかちょこちょこちょこってくるから、あ、今回私頑張ったな、ここまでって思った。でも優しかったよね、みんな。優しかった、すっごいみんなバーって言ったよね、集まってて優しかった。忙しすぎてあんま覚えてないんですけど、優しく優しい